はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日コリスです。今回はジャンピングバトルコーラージコンプまでの道のりパート19ということで、まずちょっとコンプリート状況をご覧ください。こんな感じで、まあ、まだ結構出てないのもあるんですよ。で、僕これ96種類集めるんじゃなくて、上部の成形色だ、例えばエビとカニの種類だけですね。であと足の種類だから、全部で種類だけ集めていこうかなって思ってるんで、52種類ぐらいかな。組み合わせを全部集めると96っていう話なんですけど、種類だけだと52ぐらいなので、52種類の種類だけの方を集めたいなと思っております。じゃあということで1個目開封していきます。男の子用ですね。今回適当に取ったんですけど、女の子用が1個で、あと全部4個が男の子用、計5個っていう感じですね。なんとなくエビとカニが出そうなのをセレクトしてきました。箱を振ったりはしてないですよ。では参ります。せーの、こちら鹿ですね。これ本当に顔が面白いんだよね。もののけ姫とかに出てきそうだよね。変な鹿だね、顔が。では次、女の子よ。二つ目ですね。では参ります。せーの、こちら。食器シリーズのやつでございます。久々に当たりましたね、これもね。今回なんか鹿といい、このまな板と包丁といい、久々に出た気がします。やっぱコマとか車スナップばっかりだったので、ちょっと嬉しいですね。じゃあ3個目、では参ります。せーの、こちら。お、来た、当たりましたね。はい、こちら渡りガニですね。でこちらなんですけど、こんな感じで、まあこれは自分で組み替えたんですけども、カニの頭黄色、こちらダブってしまったんですよ。でもこの足の水色は初めてですね。でこのズワイガニ、これと足の種類が一緒なんですけど、このズワイガニの方でもこの水色の色は持ってなかったので、新しい足の色のやつ入手できました。やりました。いや、とりあえず良かった。まあ、このカニ自体はダブったけど、足がね、持ってない色の成形色のやつだったから。じゃあ、4個目。いやー、良かった。本当に。もう満足。では参ります。せーの、こちら。コマー。コマ、絶対出るよね。絶対出てくると思ってたもん。今日コマ出るの遅いな、とさえ思ってたもん。なんなら絶対出る気がしたから、コマ絶対出るよ、もう間違いない。フィラムネ買ったらね、もう何百回何千回って目にするから、こいつを。じゃあラスト5個目ですね。ちょっとラスト出てほしいけどな、頼む、出てくれ、エビかカニ。では参ります。せーの、こちら。お、やった、高足ガニでございますね。タカアシガニなんですけども、この赤と黄色しか持ってなかったので、新しい色入手ということで、めちゃくちゃ嬉しいね。ただまあ足の色はダブっちゃったんだけど、全然 OK。 うん、ということで今回はですね、5個開封し、なんと2つカニの方が当たりまして、エビは出なかったんですけど、この足の水色とこのタカアシガニの胴体の黄緑色、これ持ってない色2つとも当たったので、今回めちゃくちゃいい回ですね。じゃあこの調子でパート20でもね、持ってないのを当てていきたいなと思っております。じゃあ今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。 Twitter、インスタ、セカンドチャンネルやってます。詳しくは説明欄に記載してます。